しばらせつマーケン、前回に続きからプレイしていきましょう。テオドール君、あなたとリーズちゃんは絶対に、とりあえずはリーズを倒したというところからなんですけどね。殺すつもりなんだったら降りない方が良かったんじゃないかなと思うんだけど、絶対に。なんだよファムネ、あんた何が言いたかったんだ。こいつはまだ死んでない、死んでくれていない。なんて、死んでいてくれなかったんだ。手を下す必要がなくなるもんな、死んでてくれたら。戦闘が終わる。この戦闘は俺たちの勝ちだ。リーズ、お前は反政府軍の捕虜になる。この先に道はない。行き止まりだ。だったら殺した方がいいのか。だったらっていうのもあれだけど、行き止まりなんだ。俺たちは、はじめまして、リーズ・ホーエンシュタインです。これからよろしくお願いします、お兄ちゃん。もうどこにも行けないんだ、リーズ。諸君、待たせた。まずは情報を共有する。ベルリン南方の基地群での東ドイツ空軍部隊の無線更新が急激に減少した。同基地群の情報提供者からの報告と合わせて判断するに、先の戦闘による戦術機部隊の損害により航空攻撃を一時停止したと判断できる。また作戦の目的の一つ、西ドイツ特使との合流に成功した。あの困難な作戦を成功させた諸君に私から礼を言いたい。西ドイツ軍第51戦術機構大隊のキルケシュタインホフ少尉です。西ドイツ政府の意向を受けてここに参上しました。私は革命軍主力にハーフェル川西岸に集結するよう命令を下した。シュタージ、それに前線と西側の動きはどうなっているのでしょうか。シュタージは後方部隊をかき集めている。ベルリン市内の住民には避難指示は出されていない。おそらく人間の盾として使うつもりなのだろう。前線はベータの攻勢にさらされている。だが武装警察軍がレーザーヤーク等を行っているようだ。西側は、いや西ドイツはシュミットの使者と交渉を継続している。我々に助力してくれるかどうかはシュタインホフ少尉の報告にかかっている。先の戦いで我が軍は4名の英士と5機のバラライカを失い、残存機体の全てが損傷した。動かせるのは2個中隊程度となるだろう。最後に諸君に伝えるべきことがある。
今回の戦いで捕虜となったリーズ・ホーエンシュタイン中尉については。裁判の結果、彼女を銃殺する判決が下された。閣下、故なき捕虜の殺害はハーグ陸戦条約違反です。戦闘中の殺害であればまだしも、捕虜にしてから処刑するとは筋が通りません。彼女は捕虜である以前に犯罪者よ。彼女はシュタージの犬として多くの人間の殺害に関与している。さっきの戦いでもラーテ農の一般市民を巻き添えにしている。それは我々も。その通り。だから誰かが責任を取らなきゃならない。捕虜となった英雄の中に彼女より上位階級者はいない。ならば彼女がその責任を取るべき。しかし、俺が一般市民を巻き添えにする非人道的な作戦を遂行したのはシュタージ側よ。俺が立案した作戦だ。いい。ベアボルフ大隊の英雄としてホーエンシュタイン中尉は多数の亡命者の殺害に関与している。その情報の真偽は。ハインツ・アクスマンよ。エイジ殺しのホーエンシュタインとしてシュタージ内では有名な話らしいわ。我々の立場を示すためにもラーテノー市民殺害の責任者は処刑する。そうして民衆を味方につける。でなければ我々は勝てない。リーズ・ホーエンシュタイン一人に押し付けて良しとするつもりか。第666戦術機中隊の崩壊の原因を作った裏切り者を処分しないなら、あなたたちと行動を共にすることはできない。それが我々の総意よ。へりくつだ。我々は自分の立場を鮮明にしている。そうかしら。私たちからすれば疑問しかないわ。なぜ鉄器に乗っているのが彼女だと分かったの。それは。そしてなぜ生け捕りできたのか。戦術機同士の戦闘でそんなことが可能なの。家族、血もつながっていないくせに、そう言い張っている。この人嫌いになりそう。この人のこと知れば知るほど嫌いになっていくな。それほど憎しみが強いってことなんだけどさ。アイリス・ディーナ・ベルンハルト大尉は疑われ続けてきた。しかし彼女は隙を見せることはなかった。だからシュタージは罠を仕掛けた。ある兄弟を使って。そうして大尉は敵の手に落ちた。では次の獲物は何。我々は裏切られ続けてきた。しかしこの国を変えるためにあなたたちの能力が必要なのは事実だ。我々は命を懸けている。だからあなたたちにも証明してほしい。我々を安心させてほしい。銃殺の執行はエーベルバッハ少尉が行うべきと私は考えているわ。そうなると思ったわ。全体主義との決別を示すいいきっかけになるわ。あんたまだテオドールを疑っているの。さっきの戦いで潔白を証明したじゃない。こいつがあの作戦を提案しなければ私たちは負けていたかもしれないのよ。足らないわ。味方のふりをしているだけかもしれない。私たちは数えきれないほどの仲間を失ってきた。家族や恋人のためなら他人を売れる人間はいくらでもいる。その可能性があるものに背中を預けることができる。だからってテオドールとリーズは兄弟なのよ。一緒に育ってきたんだよ。そんなの私は認めない。
テオドールは潔白を証明してる。家族を手にかけてまともに戦闘なんてできない。なんで、なんでそんな残酷なことをさせようとするの。こんなの間違ってる。頭おかしいよ。ベルンハルト大尉喪失は法衛士隊に起因している。内通者でないならその責任を果たすべきよ。証明しなさい、この革命に全てを勝てる仲間であること。そんな、そんなの。テオドール・エーベルバッハ少尉、あなたが始末しなければ私たちは作戦に参加しない。証明しなさい、エーベルバッハ少尉。所詮は感情的な獅子返しだ。自分たちが殺されてきたから、その恩を返すための儀式でしかない。だが断れば、すべてがご破産になる。行き止まり。命の選択。俺があいつに突きつけなければならない。しばらせつまわけん。エーベルバッハ上位。答えろ。ホーエンシュタインを射殺して。革命の同志たるを証明すると答えろ。貴様は共に理想を夢見た同志だ。ならばそのためにリーズ・ホーエンシュタインを射殺しろ。これは第666中隊の隊長としての命令だ。私の命令だ。他に選択の余地はない。あくまで上官が命令したからやりましたよっていう形を作ってくれてんのか、グレーテルは。テオドールの意思じゃないよって言ってくれてんだよな。命令する。殺せ。裏切り者を殺せ。裁判など知ったことか、法律など関係ない。私の命令だ。リーズ・ホーエンシュタインを殺せ。貴様の妹をその手で射殺しろ。今お前を失うわけにはいかないのだ。繰り返す。彼女を処刑しろ。了解。ならば今すぐ。刑の執行は軍法にのっとって行うものとする。立ち会い人は私、そして反体制派と第666戦術機中隊からそれぞれ指揮官1名ずつ。刑は本日20時をもって執行する。待ってください。ならば我々からもう一つ。まだ何かあるのかね。この基地には尋問に使用された地下室があるはずです。他のどの保安隊連絡所にもそれがあるように。彼女の処刑はそこで行っていただきたい。かつてあなたの同志たちが拷問の末に殺されたかもしれない場所で彼女を処刑しろと、そこまで象徴的な意味を持たせたいのか。この天候でこの時刻ですからあまり意味はありませんが、裏切り者に外の空気を吸わせる必要はもうないでしょう。いやーな感じ。いやーだなー。その話本当なんですか？リズさんを処刑するなんて。法的な問題は、それに666中隊は同意しているのですか？これは私の推測ですが、少々閣下は反体制派との協調を優先したのではないかと。反体制派。彼らはシタージを憎んでいます。多くの肉親や同志を殺されたのですから無理もありません。その彼らにベルリン派との共闘を飲ませた
であれば、引き換えに反体制派の主張も聞き入れなければなりません。では、リーズさんの処刑は？十中八九反体制派が言い出したことでしょう。本来なら全てが片付いた後に改めて裁判。それを急遽極刑にというのは、そういった予想ができます。そんな。一つ処遇を間違えれば、反体制派は我々反乱軍と袂を分かちかねない。現状、それは得策ではありません。少々も苦渋の決断をされたのでしょう。急いでください。この雪ではこれ以上速度を上げるのは危険です。でも嫌な予感がするんです。お願いします。できるだけ早く。はあ、了解しました。嫌な予感、これ以上何があるっていうの。武装警察軍の処刑はまだか。ここで一旦区切りましょうか。ずっと嫌ずっと嫌だな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。